はい今回はブログライティングメソッドの狂気語をチェックということについて見ていきます。狂気語ですね。聞き慣れない言葉かもしれませんね。狂気語っていうのはね、漢字をこう見てもらってよろしいですかね。漢字を見てもらうと、共に起こる言葉と訳しましょうかね。共に起こる言葉。で指定したキーワードに伴って出現するキーワードを狂気語と言いますよということですね。 例えばランディングページとか、そのブログとか、ウェブマーケティングの話をしていると、例えば Facebook とかね、SNS とかね、Google とか、そういった言葉って頻繁に出てきますよね。そういったものが、まあ分かりやすく言うと狂気語と言っちゃって大丈夫です。で、一つの例として、ね、ランディングページっていうものを出しましょうかね。ランディングページっていうと、例えばね、ライティングとかね、テーマとかね、デザインとかいう言葉が出てきますよね。そういったものが狂気語です。 でその狂気語っていうのを記事内に自然に、まあ、意図的になんですけども、自然にこう含ませてあげるということでテ、テーマへのこう関連度が上がります。この、ね、記事はランディングページについて言っていることだということで、Google 自体も判断してくれます。例えばこう専門的な言葉が、ね、狂気語として入っていると、これは関連度が高いぞと評価してもらえるので、ぜひ狂気語っていうのをね、まあ、最終的にでいいんですけど、チェックをしてみてください。 でこれは何でできるかというと、供給をチェックツールで確認できますよということですねで。こういうふうに入れると、例えばランディングページと入れると、検索ワードのところに入れると。こういった形で供給をリストっていうのが出てきます。ページ、ランディング、ユーザーっていうね、広告、サイトて出てきますので,で、こういったものが使われているかっていう確認だけで最初構わないので、してみてください。で,できれば使った方がいいわけですよねで。ユーザーってありますね。 例えば、訪問者とかね、読者って使うよりも、ユーザーっていう言葉を使った方が関連度上がるなっていうね、仮定できるわけです。なので、狂気語っていうのはそういう形で使ってみてください。これが狂気語をチェックするということになります。